く自然体が、まあ、右自然体、右自然体、右自然体、どうだった？よく聞けお前たちも、はい、見て、前して、この線に対してまっすぐ肩幅に開く、ね、問題はいいの。これが自然体っていう。でこうやると自己体とかいろいろあるんだけどさ、ね、自然体で右組みの人は右手が前でしょ、ね、右手が前に出して右足を半歩前に出す。で袖の方こうなって、いいな、あの見てね先生なんだよね、こう同じようになる。これが逆から左になって、ね、右手、右足、ね、で逆の足をちょっと後ろに引いてるのがこれは右自然体で、左組の人っていうのは左手が前に出て左足が前に出る、ね、分かる？そのくらいは覚えておく。それで右組と右組が組んだ場合は相四つ、同じ組み方で、左組と右組の人ね、右組と左組の人が組むと喧嘩やつ、こういう風になる。襟を取る方が同じ手の正面のアローみたいな。で右と右だとこれが相四つ。で微妙にやりやすいんだからやりづらいんだから、この方がかけるには怖くないじゃん。これだと何やってもひっくり返されてもらいます。持ち方も掴みやすいし。お前は右。右組みだから右自然体というか。これはもうね、この時点でアウトなの。物道場で言うと。休めじゃないんだ。ここに中心が来る。足と足の間に中心が来る。これはもう休めじゃん。で、どこに体重を持ってる？休めよ、しばしに休めて、こうやって。サルになってるじゃん、こうやって。ね、こうなる、ね。こう、前、相手を押そうとするわけで、自分が前に出るわけだから、いくらかこう、ね。これはあんまり、頭がこの重心より前に行くと、相手に引っ張ると、おっとっとってなっちゃう。その状態をうまく作られる、こうやって押し返すな、こうやって頭がこっち出るから、もう引っ張られて、それが出るからこっちの足で経験するしかない。分かった。そしてこう緩めるじゃん。およかった、立て直したって、これが入られちゃう。中学生だとここに置くここに置かといて、ここに置かといて、ここにやるじゃん。そうすると前に出てきて目に出されなかったりしてやりづらくて、やりづらくて大きく取れて一回止められるから、大きく取れたら力がかかるじゃん。よし、じゃあその場で、中島と黒田。